京葉大京都年比で中島3歳新馬戦芝 5600m16 頭で襲われます。1コーナーポケット戦からのスタートです。千葉京都デビュー戦16頭の枠入りが始まっています。まずは奇数番号の角田、5番のレッドカロスが少しうるさい審査、後ろに下がって3オールドゲートへと誘導を受けます。ようやく打開を収めました。続いて3番タナモペアリング、奇数番号の角田の枠入りです。7番ウィンゲクレールが向かいます。ゲートの後ろ少し立ち止まりましたが、促されて今ゲートに収まりました。数番号の角田馬体を収めて数番号の角田、8番キャン、14番のアガルアゴミレと向かいます。6番の高速ブラック、バッキリが順調に進んで最後16番バックルオーラが向かいます。16番ゲートスムーズに収まって全打ゲートの中スタートしました。さあ先行争い13のアレマリアが大きく遅れました。後半は2番の後方ノーサイドリードを2番シと広げていきますが、そこから16番のバッテルオーラそれに迫っていきます。今度2番審査7番のミンエクレールが3番手、あとは1番審3番のカモンペアリング、10番のサッタクリエール、さらにその外からある13番のサプニティで、これから向こう正面、赤三馬身14番マガミアドニレ、1馬身5番のレッドカロス、1馬身外は15番のベルフトツクダ、1馬身内から8番のキャンが行きます。3馬身中段から後ろ12番スプレッドイーブ、内から6番高速ブラック、2馬身内定10番ジュレックグラフ、1馬身1番のクイーンドライブ、あとは2馬身11番アレナリア、3馬身最4番ダウンダウンという体系。各馬第3コーナーのカーブに入ります。800を切って先頭2番の後方ノーサイド、外並んでに16番のバンデルオーラ、前2頭です。その後ろは2馬身半がいて3番のカマオペアメングの追走、3、4コーナー中間を通過、7番のウィンエクレールは少しと並んで600を通過、2馬身差9番のサトノクリエール、外は13番サトノユニティ、ここも2頭並んで第4コーナーのカーブ、あとは3馬身差14番マダム・アドミエ、外から上る15番ベルト・シューまで第4コーナーの残り400を全部通過。さあ前は2頭並んで直線へ、先頭となって16番のバンデルオーラ、その音に出して7番のウィンエクレールが差を詰める、そして大阪はベルト・シューマスの上から9番のサトノクリエールを2頭通過。5着4番ダブルダブルです。確定までお待ちください。